はい、皆様こんにちは。今日はね、猪口恵比寿神社というね、福崎町のところに来ました。ね、ちょっといつも看板が出とって気になっとったんでね、ちょっと来てみました。ちょっとこの入ってくるまでちょっと細い道ありますけどね、まあなんとか入ってきてください。やっぱここ駐車場になってますから、割と芝生やけど、芝生みたいなね、割と広い駐車場になってますんでね。はい、恵比寿神社は左側らしいですね。これパーキングとか間違えて手前に入らないようにね、あれ多分違う人の土地だと思いますんでね。はい、じゃあちょっと歩いていきましょうね。ここ車でも登ってけのちゃうの突っ込んでいってね、止められへんだろうから、まあ一応ね、止められそうやったらまたね言いましょう、言いますわ。ああ、坂登るのしんどいな、これ。この下なんやろな。竹は生えとるけど、下が石やな。石積み上げたのね。崩れんようにか。竹やぶやね。あんまり管理されてるようには見えないね。よいしょ。あ、でも向こうはまあまあ綺麗な竹やぶやわ。竹の子入るかな。また来年ね、竹の子行きたいね。大一の竹の子ね。はあ、まあ太いタラの芽があるわ。タラの芽がね。ここ登山口になってますね。日光寺登山の日光寺山登山口。前行った時日光寺は取らん。ここから行けるのかな。はい、恵比寿神社ね。こんな感じですね。まあこの辺から見たらこの福崎のね、町並みっていうか、こういう感じね。恵比寿やからね、今年の主の神ね。よいしょ。当然大国主さんの息子やからね、大国主神社ってありますよね、拙者。関係あるところがあれかな思ったけど、これは関係あるんや。マッシュ稲荷社マッシュ。ここはまあ正当なあれしてるね。だって恵比寿さんの関係してる大国主さんが拙者になってる。まあ私の解釈では末者になるんとちゃうかなと思うんやけどね。宿場町として 大きく栄えてて昔。西宮神社から御祭神を勧請した。ね、まあ来年うさぎ年やからね、稲葉のうさぎっていう。だから大国の人の神社に行けばね、そういううさぎの関連のあれだというふうに考えてもいいんじゃないですか。二股の木は神聖の木と呼ばれ、あたかも大国様乗り移れた御神木へて、まさに不思議な方、新たな気が。向かいの二股の木、向かいの二股の木ってどれやねんな。明治40年と書いてんの。これか、ご神木。これ大と書いてある。これ大国主さんやろな。
しまったな。お賽銭持ってくるわせた。まあ、許してもらおうか。これやって、重軽いしやな。これ、重く感じたらなんとか言うやつやな。最初より軽く感じない願いが間もなく叶うでしょうね。重く感じない。だからまずね、これね、石を持ち上げてみますね。これどこでも一緒やろ。石を持ち上げて、初めの重さを確認し、お賽銭を納めて手を合わせ、願い事を心の中で唱えて、もう一回石を持ち上げて、軽く感じれば願いが叶うし、重く感じればまだ時期ではないと。ね。重軽いし、これ、割と神社で見ることできますよね。神聖の木、化身の木。ご神木の一つで、ご覧の通り、二重木を割って新たな木が、こう生じるように、新たな生命の誕生を連想させるとな。小宝にあるやな。小宝城主。せやからこの二股の木にやな、この間から木が出てきてるというわけやな、これ。で、今。せやからこの木とこの木と種類がちゃうやんな。この木はこういう葉っぱやし、この真ん中から生えてるやつは、前でこういう葉やからね。だから、ここだから恵まれると言ってるやつやね、これ。まあまあね。ぜひ、お正月にまたね。で、ここまたイチョウが落ちとんね。これがイチョウの木か。ああ、これ銀杏になっとるな。あ、銀杏落ちてるわ。ね、銀杏の匂いをします。はい。こんにちは。ね。よし。ね。はい。本日もありがとうございます。ね。こっちは稲荷ですね。赤に、赤に、鉄かね。鉄製やから赤錆びとんねんな。下は下も鉄かね。下。どうやら鉄製のようやね。チギとかあんなんも鉄製やからな、赤なとんな。カツオギも鉄やろな。そういう感じです。ああ、まあええ、まだ見て帰らせてもらおうか。お、羽子板な。でっかい羽子板。昔の人あんなごっつい羽子板で売っとったやんかな。あ、面白いなこれ。お正月らしい羽子板な。これ何なんやろね。何の絵かがわからないな。戦いか。なんかこの平家と源氏のあれみたいな。あれは梶原の景時やのか。よくわかりません。ということはこっちも源平か。ね。なんかあの白いの弁慶みたいな。という感じでした。ね。
ちょっと大国主さんだけ見とこうか。よし、商売関係やろな、恵比寿やから。うん、桜の木も点在してるからね、桜の時期も綺麗と思いますね。これめちゃくちゃはないけどね。婦人会、婦人会な。はい、大国主さん、こんにちは。本日もありがとうございましたね。ということで、またね、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければ高評価とチャンネル登録をねお願いしたいですね。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。